さあスキル習得、回転斬りね、旋風斬り、まずこれ覚えてみるか。 L1R1 同乗士、はい。おお、次が掛け伏せ、気配殺し、これいいな。気配も殺してこそ忍びなり、むしろ今気配殺せてねえのかよ。空中弾き、空中でガードができる。なるほどね。流派技ね。そう、装備しなきゃダメなの。あったあった、あれ1個だけ流派技装備できるの。かっこいい。でも雑魚戦でしか使えなさそうな。もうあそこのアイテムは OK なんで次行こう。まずはこいつに、さすが犬、はい、サボってるやつをとりあえず取っとく。倒しちゃう。何？何に詰まってるの？犬いるよね。ここのね、微妙な木、超邪魔。お金も結構。視界は。やっぱ敵が多い。家の中のアイテムを回収したいから一旦全部倒すしかないな。少しずつ減らしていこう。ボロバレ、まずあいつを無理やり倒すか。じゃあな、じゃあの。さすが、鎧着てるだけあって硬い。とりあえず全部倒せたか、この範囲内のやつらは。そんな平竹の家臣たちよ、遅かった。びっくりした、ひどすぎる。別にアイテムの光じゃなかったんだ。ガバガバじゃないですかね。まあいいですけど。警戒してる。あそこにもいた。狙っていたやつと違うやつを殺しちゃったけど。火消しの粉、
風船岩薬誰にどうバレた？なんかいる。犬じゃん。 L1 のガード状態から歩押したらこの攻撃になっちゃう。皮膚傷つ、お火を吹き出す鉄筒、忍び義手に仕込めるやつだ。義手人具となる。ではい、こうやってもう全部ステルスで雑魚とか無視し、おっせあの奥に敵いるらしい。えらい距離でわかるんだな。さすが忍び。誰かいる。なんて下郎ども。おいお主確か忍びよな。バレバレってんじゃん。忍びよの忍びよのやつらを頭蓋を叩き割ってたの。ああ、こと切れてしまった。ん？後ろ？そこ？誰がいるんだ？あ、それか。どう？気づかれてない。オッケー。あ、バレた。今のなんでバレた？結構序盤で揃う感じなのかな。警戒モードにはなってるけどまだバレてない。ちゃんとツーマンセルで動いてるな。意外にバカじゃないのかもしれないぞこいつら。上上がったか。さすがに相棒殺したらバレるか。あ、砂かけられた。めっちゃ汚れた。フィニッシュ。よし、これかな。銭袋。とりあえずお堂の斧っていうのをねもらっときたいよね。お、強姦の飴、体幹ダメージ軽減、強靭アップって感じかな。うわあこの世界の鶏でかすぎじゃね？これさ、平田家の家畜だよね。殺しちゃダメだよね。普通に考えて。野党ども追い払った後どうすんの平田家って。全部殺しちゃったら。
犬を連れてきたな。おい、犬をね連れてきてけしかけたんだろうけど、鳥は連れてこないもんね、あとどう考えても。あ、いる。と回復あと1回か。ぶら下がるからのよじ登る。その裏にも敵いそうだね。この辺セーブポイント欲しいな。ないかな。話しかける。お主、おお、まだ無事だった。忍びじゃな、肝心な時におらぬ。とんだ役立たずね。めんごめんご。いや、もしやお主族を手に。やめろ、そういうこと言うんじゃねえ。傷つく傷つく。この平田屋敷がこうもあっけなく落ちようものか。そうよ、決めつけられた。そうに違いないわ。いねえ。裏切り者は。だいだいだいのおばちゃんじゃあるまいし。おぬし感じ、おぬさ。おらおらおら。やれんか。盗み聞く。どうか動かないでください。お、怪我してる。いや、行かねばならぬ。族どもの中に。忍び狩りの僧兵が混ざっている。あれは手だれを。手だれがいるのにこの傷で来られても邪魔になるだけなんで、そこでおとなしくしといてください。誰ですか？族ではない。忍び殿、はやつらは、まあそうでしょうね。すでに竹林坂上にいたり、お屋敷に火をかけています。若様の脱出も叶わなかったご様子。これを、お、なんかくれる。毒消し粉。どうか。しょ。これもらえるってことは毒にしてくる敵がいるってことなんだよね。はしごじゃない。はしごじゃないのか。上に行く手段はない。と、この上行けそうな気したんだけど行けないか。ないね、ないな。まだザコ復活させない方が良さそうだ。あ、盗み聞くか。あ、なるほどね。バレた。どうも。あー、やられてる。おお、もう一人いた。食べすぎ。ここも無事っぽいね。あ、こいつもしかして。おい、よう、旦那。やっぱカジバ泥棒だった。あんたもカジバ泥棒ですかい。旦那は見たとこ忍びですかね。お前だ。何か探し物でも。まあ何にせよ、ここはあっしが先に見つけた場所でさ、よそをあさってください。ああ、そういえばどっかの崖上に三重の塔が見えやしたぜ。あんだけご立派な塔だ。きっと中にはお宝がしまわれてるに違いねえ。あっしならそう思いやすね。ねえ、旦那、どっか、きっと、足な、切っていいのかな。切ったらダメかな。NPC 死んじゃうからな、フロムのゲームは、切ったら。まあ、いいや。で、五重の塔みたいなの、三重の塔だっけ？あるって。どっかの崖の上。足なら
崖の上に三重の塔。あれか？ん？違うか、あれ木か？ちょっとずつ進めていくか。いるわいるわ。とりあえず一人不意打ちで決めたい。おくるみ地蔵、改正を1回分回復。すげえ、まだ俺改正ゲージゼロだけど、いつになったら出るんだ。なんかイベント見逃してんのかな俺。未だに改正ゲージないんだけど。お前はやっで、ここで盾持ち来たけどまだ盾がない。あれか。おお、青煽りよるわ。シールドバッシュ。忍び義手でこの盾壊せるようになるんだけど。この中かな。開いてる？え？びっくりした。おお、びっくりした。死なない。ハマっちゃった。どこここ。あ、知ってる。盗み聞きできそうだね。屋敷は今頃二人か。ああ、抜け出してくるとしたら、この隠し掘ら穴に違えねえ。十蔵様の言いつけだ。ネズミ一匹逃がすんじゃないぞ。分かってるさ。俺はもともと大っ嫌いなんだ。いたぞ。全力の逃げっぷり。ああ、あれ、うわあ、びっくりした。ここ戦っちゃいけない場所だ。あそこにもいた。敵の数が多いな。まさかのここに飛び込む方が安全っていうね。これまでのゲームとは違う逃げ場所だよ。さすがにこれ以上先はない。え？え？何が起きたの？寒いからか。冬の水だもんな、そら寒いわ。帰還のアイテムなかった。帰り仏1個しか持ってないけど使ってみる。四角よし、いっぺん帰ろう。さあ、あ、
無限か、無限か、いいね。消費してないね、これは助かる。戻ったか。あれは夢なのか、それとも誠にあったことなのか。さてな、夢かうつつか、わしにも定かなことはわからん。一つ言えるのは、仏様はお前さんの古い記憶を起こしてくださっているだけじゃ。お前さんがどう思い、どう覚えていたか、すべてはそれ次第じゃ。見るものすべてが正しく起こったことかはわからぬ。そういうことじゃ。さあ、とりあえず仕込もう。お願いします。きたー、皮膚傷つ作成済み。三角 R2 で皮膚傷、前方に火を吹き出す。火を恐れる、うん、赤目、赤目、誰のことだろう。わしがご、おま、それでで、はまあ、さあ斧欲しいね。まあこれでいつでも帰れるってのが分かったから、気軽に奥まで、回復ギリギリまでいけるね。まずは急速で氷炭回復してスキル習得。さあ2溜まったよ。あ、片城の上限アップか。現状はとりあえずまあいいかな。空中弾き、こっちも進めていきたいよね。スライディングでしゃがみ隠密ができる。気配殺しがやっぱ欲しいよね。こっち行くか。また2か、高いな。戻せたりはしない。見切り、敵の突きに合わせて丸を押す。オーケー、いいね。よし行くか。思ったよりね、数珠出ないね。意外に成長させられない。仏渡り、こんな左のアイコンもよくわからないけど、まあまあここかな。よし行くぜ。